三好パーキングエリアは埼玉県入間郡三吉町の関越自動車道場にあるパーキングエリアである。東 PA 内に三好スマートインターチェンジが併設されており、下り線の入り口、上り線の出口が軽普通車に限り利用可能である。東京方面から最初の休憩施設で関越道の中でも特に交通量の多い区間に位置しており、 利用客も多いためか下り線はレストランこそないものの、サービスエリアとほぼ同等の施設を有している。また、上り線においては、パサールミヨシが2009年12月に一部オープン、2010年12月に全面をオープンし、レストランも設置されたため、完全なサービスエリア並みの規模となった。なお、関越道の東京側から2番目の休憩施設である。 高坂サービスエリアにもガソリンスタンドが設置されている。ガソリンスタンドが設置されている休憩施設が連続している例は珍しい。同一の高速道路において上下線ともに24時間営業のガソリンスタンドが設置されている休憩所が連続する例は東北自動車道の浅香パーキングエリアとアダタライスへも該当している。パサール三好が 2009年12月16日に部分開業。かつての施設の部分が改築され、現在の施設の拡張部分になり、2010年12月1日にグランドオープン。ハイウェイスタンプは航空公園である。三好スマート IC、出口下り線の入り口、上り線の出口のみ設置されている。国土交通省の ETC 利用促進策により、 2005年4月17日から当初同年8月31日まで東京方面出口及び新潟方面入口のスマート IC の設置者会実験が行われていたが2006年10月1日より常設となった2015年6月30日に同省からスマート IC の東京方面入り口及び新潟方面出口の追加によるフル IC 化と普通車以下に 制限されている利用可能車種を全車種に拡大すると発表された。2021年度以降に供用開始予定である。二輪車、軽自動車、普通車三好スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。